再構築したコロッサスでの暗号解読を監督するトニーセールトニーセールことアンソニー・エドガー・セールはイギリスの電子工学者、プログラマであり、コンピュータ史に関する技術史学者である。彼は1993年から2008年にかけて完全動作するコロッサスマーク2の再構築を指揮した。再構築された装置はイギリスのブレッチリーパークにある 国立コンピューティング博物館で展示されている。彼はロンドン南部のダリッジカレッジで教育を受けた。12歳の時に金属製組み立て玩具メカノを使ってジョージと名付けた人型ロボットを作成した。以降1949年に第4版になるまで改造を続けた。ジョージマーク4は後にメディアで取り上げられている。セールは1949年に イギリス空軍に入隊し、1952年まで勤めた。空軍での3年間でフライングオフィサーまで昇進した。彼はデブデン空軍基地の空軍主管レーダー学校の講師だった。セールは1950年代にはピーター・ライトの下で見ゴのエンジニアとして働いていた。1992年から2007年にかけてセールは コロッサスマーク2の再構築を指揮した。完成した装置はブレッチリーパークにある国立コンピューティング博物館で展示されている。セールは2011年に妻のマーガレットと3人の子供、7人の孫を残して亡くなった。セールはマルコーニ研究所と協力して英国コンピュータ協会の技術部長としてロンドンのサイエンスミュージアムで コンピュータの修復プロジェクトを監督していた。彼は1965年に準会員として BCS に加盟し、1967年に会員、1988年にフェローを、1996年に名誉フェローに選出された。1967年から1970年までに BCS 評議会に選出された。1965年、 BCS のベッドフォードシャー支部の創設メンバーとなり、1979年に会長に指名された。1989年、セールはサイエンスミュージアムの上級キレーターに任命され、ドローンスウェイドと協力して、博物館が保有するコンピュータの一部を復元した。彼は1989年にコンピュータ保存協会を立ち上げたグループの一員であり、 1992年以降は、ブレッジリーパークトラストと関係を持った。1991年、彼はブレッジリーパークを住宅開発から救うキャンペーンに参加した。1992年、彼は新設されたブレッジリーパークトラストの幹事となり、1994年からは無給の博物館館長を務めた。トミー・フラワーズが1943年に、 ロンドン郵便本局で開発、構築したコロッサスを再構築するためのコロッサスリビルドプロジェクトを1993年に創設し、1994年に指導した。セールは英国、ヨーロッパ、米国での戦時の暗号解読について抗議した。彼は2001年の映画エニグマの技術顧問だった。セールのウェブサイト、コーズサイファース・イン・ザ・セカンド・ワールド・ウォーは、 第二次世界大戦の暗号解読に関する情報源である。彼の小冊子コロッサス1943-1996ではドイツのローレンツ暗号の解読とコロッサスの再構築について解説している。再構築されたコロッサスを正面から見た写真。右から左にベッドステッド。連続したループ内にメッセージテープを含み、2番目のテープがロードされている。 J ラック。選択パネルとプラグパネルを備える。K ラック。大きな Q。スイッチパネルと傾斜パッチパネルを備える。WS ラック。コントロールパネルと5つの2行のカウンターを備える。C ラック。5組4つのセット合計決定スイッチを備える。その前にタイプライターが置かれているコロッサスの再構築作業により、1997年に コンデックス IT パーソナリティオブザイヤーを受賞した。また、2000年にスコットランド王立議芸協会のシルバーメダルを受賞した。彼の死後、2012年にコンピュータ保存協会は、コンピュータの保存と復元に関するトニーセール賞を創設した。ありがとうございます。